なんか依頼が。そうなんです。もうやばいです。もうやばい人から直接連絡が来まして。それってチラシを配ってたじゃないですか。はい。SNS で。はい。それ系で。はい。チラシを見て連絡をくれました。来てほしいって急に。はい。急に明日どこどここの時間空いてるって来まして。空いてます。すぐ行きますって返事しました。皆さんも知ってるような。もちろん知ってる。もう私も大好きな。じゃあ行きますね。はい、そうですね。行きますか。はい。いやもうありがたやありがたや。いいねでお仕事いたします。依頼主っていう立ち位置。はい、お願いします。まさかの。はい、まさかの依頼主がトータルテンボスの大村さんでございます。トータルテンボス大村です。寿司ボーイズでいうところの天ぷらという役どころをやっておりまして。早速はい、雨なんです。お邪魔します。もうなんか作ってましたから。お仕事の依頼は最初なんて来たんですか？YouTube に出てほしいっていう内容でしたね。本当にそれだけで何にも聞いてなくて。お邪魔します。お邪魔します。ということでね。お邪魔します。はじめまして、カシオロッシーでございます。よろしくお願いします。トータルテンボスさん、なんか YouTube でめちゃくちゃ、その大村さんが相方の藤田さんにドッキリを仕掛けるっていう企画をめちゃくちゃやってて、なんかそのドッキリに絡んだものなんじゃないかなと思いながら。コスプレでドッキリだとなんだろうね、その。なんか藤田さんにコスプレをしてもらいつつ、なんかリップ塗ったら、実はスティック塗りでしたとかなんかちっちゃいねそうです。ちょっとごめんなさい、今日ダウンタイム入ってるんでサングラスつけっぱなしでちょっと整形したみたいです。整形したね。でも整形したんだ。そうなんだ。藤田さんのなんかダウンタイムとか整形みたいなのが聞こえたんですけどそうなんですよ。なんか整形したって言ってで、整形の内容がクマ取り、目のクマを取ったって言ってまして、超目腫れてました。誰かに殴られたんじゃないかってぐらいパンパンでびっくりしましたね。それで僕遠くから撮ったから、はい、あんまりこっち映ってないんですよね。ああ、なるほど。もしかしたら向こうの YouTube に映ってるのかもしれない。向こう見た方がいいですね。そうですね。ぜひ見てほしいですね。トータルさんの。YouTube を。はい。さあ、やっと到着いたしまして。まあ撮影が始まったじゃないですか。はい。結局ドッキリじゃなかったですよね。そうなんですよ。ドッキリじゃなかった。で、ロシエルちゃんから何か何でもいいんで、なんかお仕事あればみたいなことをメッセージいただいたんで、ラーメンを食べる仕事を。ラーメンを食べる与えます。うわ、ありがとうございます。もうただのラーメンじゃないですよ、はい、僕の相方トータルテンボスという藤田、寿司ボーイズの YouTube チャンネルでいう藤山の作るラーメンを今日一緒に食べてもらうだけの仕事をいいですか依頼しました。うわ、ありがとうございます。もうめちゃくちゃラーメン大好きなのでよかったです。ラーメンを食べる仕事を依頼しました。結局仕事として依頼したんですか？はい、はい、この方です。カシオロシエルちゃん、はじめまして、よろしくお願いします。カシオロシエルでございます。いやでも、最終的に最後らへんになんかドッキリってってれーっていうのがあるのかなとはちょっと思ったりして、でもそれもなく。なるほど。てってれーって、そう、てってれーの音、てってれー、てってれーあ、そう、ちょっとイントネーション違うか。てってれてってれ。そうですね。はい。今日はそして、鳥取のご当地ラーメン、牛骨ラーメンを彼が作ってくれてるんですよ。食べたことないです。あ、本当？ラーメンを食べる仕事ですって聞いたとき、どう思いました？ラッキー。やったーって。ラーメン食べてお金もらえる？本当にご褒美企画だなって。なるほどね。辛いわけないもんね。辛いわけない。結構ラーメン、私もともとすごい貧乏な家に住んでたので、あんまラーメン屋さんに行くっていうのができなくて、カップラーメンよく食べたんですよ。幼少期だ。はい。なんかでもラーメンが出来上がるまでの間に自分から積極的にラーメン貧乏トークみたいの。そうですね、入れましたね。ロシエル喋れんのみたいな、ちょっと心配になる可能性もあったなと思ったんで、ちょっと自分からいろいろ喋らないとと思って、そのラーメンにまつわる貧乏エピソードを話しました。でそれ話したんですけど、お二人の YouTube だとラーメン作るがメインなんで、まあもしかしたらカットされてるかな、どうかな、使われててほしいけど、でもラーメンメインだからなと。なるほど。それはちょっとね、あっちを見て楽しみ。そうですね、楽しみ。いやでもカットされててもまあいいんですよ、ラーメンがメインなんで。そうですね。待ち時間のね、ちょっとダバなしです。そうなんですよ。おーい。ああ、すごい。牛骨ラーメン。今回のラーメン、主役がスープでも麺でもありますね。チャーシューです。チャーシュー。チャーシュー。チャーシューめちゃくちゃうまいです。また進化した。おいしい、めちゃめちゃ柔らかい。鳥取のラーメン作ってくれて、もう一から作ってました。麺はもちろんそうなんですけど、メンマとかチャーシュー、スープ、もう全部一から作ってて。本当美味しかった。もうガチで美味しかったです。本当は。ちょっとなんかボケようかなって思ったんですけど、ボケる余裕もなく、もう普通にガチで美味しくってボケられなかったです。本当に美味しかった。ああ、うまいね。うまいね。うまい。なんか食べてる時に注意されてるみたいな。そうなんですよ。いや本当食べ方、食べる順番というものがありまして、スープ飲んで。で、麺食べてからチャーシュー食べてくださいって言われてたんですけど、もうとにかく見た目からしてチャーシューが一番うまいみたいに言ってたので、何よりもチャーシュー食べたくて、とりあえずスープいただいた後にチャーシュー食べたら味間違うって言われちゃいました。ちょっと自分の気持ちを抑えきれずにチャーシューにかぶりついちゃって、ちょっとミスしてしまいましたね。そこをうまく編集してくれてるかな。確かにね。ちょっとポンコツが出ちゃいました。出ちゃうと広がっちゃうからね。そうそうなんですよ。影響力すごいから。もう影響力半端ないんで。すごい。めちゃめちゃ美味しい。で麺食べてちょうどそれぐらいになるとチャーシューのが溶け出すんだな、油が。でもそれを待たずにロシアちゃん行っちゃった。まあでも言わなくていい。なんで本当に食べたいです。いいですよ。食べるのがラーメンだからね。本当美味しかったね。めっちゃ美味しかった。本当にチャーシューがとろけたんですよ。ちょっとこっちのラーメンの映像がないんですよ。ああ、もう本当にすごかった。そう、ちょっとあっちで見た方がいいですね。そう、ぜひ見てもらいたい。遠くから撮ってたから。そうですよね。絶対映んない角度から撮ってましたもんね。そうなんです。あと、なんか食リポ以外にも、なんか後半結構、藤田さんも混じって、盛り上がってた話が、学校に行ってなかったっていう話をして、で、知らないこと、まあ、修学旅行行って知らないこと泊まったみたいな話をすごいめちゃくちゃ掘ってくれて、そこをもしかしたらカットされてるかどうかわからないですけど、使われてたらいいなぁなんて。なんか盛り上がってたね。なんかめちゃめちゃ盛り上がってました。修学旅行一緒に行こうかみたいな。ああそう、修学旅行行きたいって言って。花椒さん修学旅行企画とかやってあげようか。俺も知らないけどね。優しいんだから。突き放すんだから。知らないけど。僕たち修学旅行やる？もうやりたい。次回をお楽しみに。また来週、さようなら。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。どうもどうもありがとうございます。ありがとうございます。お邪魔しました。ありがとうございました。はい、ということで、もう本当に美味しいラーメン、めちゃくちゃ美味しかったです。いやー、助かりましたよ。いい仕事するね。うん、本当ですか。ということで、ありがとうございます。お決まりということで、例のお給料をいただいてもよろしいでしょうか。こちらを用意しておきましたよ。ねえ、本当にいい働きぶりでした。お疲れ様でした。ありがとうございます。助かりました。中身は甘々じゃないですよね。ちゃんと働きぶりで、もう働きぶりをチームなりにここに詰めさせていただいたんで、はい、ありがとうございます。いや本当に本当にありがとうございます。いやいや、また何かあったら、はい、何でもやってくれるって言ってるんで、ありがとうございます。ぜひYouTube もぜひ皆さん見てください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。どうでした？いやもうまさかのラーメン食べるだけっていう、なんというちょっとご褒美会ですね、今回ね。大村様でも、いやさあ、ちょっといただきました。いただいちゃいました。普通だったら払わなきゃいけないラーメン。そうですよね、本当に。いきますか。本日のお給料1万。やばいやばい。1万やったことはラーメン食べただけ。うわ、めっちゃ嬉しい。すごいね、あれで1万パンとくれる。やっぱりかっこいい。さすがさすが。違うわ。すげえ。でもこれはご褒美会だから。そうですね、完全にご褒美です。ちなみに自分なりに1万円の仕事はできたんですか、今日。まあ8000円ぐらい。8000円。結構喋ったもんね。喋れましたね。でも本当に面白おかしく拾っていただいてもう本当にありがとうございます。日本全国出稼ぎロシエル、いろんな芸人さんのお仕事お待ちしております。精一杯頑張ります。よろしくお願いいたします。